MBCC 最新開発人間工学チアプロマックスフラッグシップ版。局長自らの手でネジを一本一本締めたという一品。航空向けのチタン合金で製作。コンビクトに最高の取り調べ体験を。軽やかなキャンディーカラー、究極の美学。人間工学チアなら MBCC。 ディス秘境、内海絶景、医療サービス、レクリエーション、楽譜の街、クイーン集団、ワンランク上の贅沢さえ。おい監督、起きるある。 CM が終わったら本編が始まるあるよ。もう2時間も経ったのか。映画学院の重鎮のスピーチは終わった？さっきステージから降りたのは外事局の大物ね。ガオ様が数えてやる。1、2、3。スピーチするのはあいつで10人目やる。老害どもをこんなに呼んじゃって。スタッフちゃんもいろんなやつと仲良くしようと頑張ってる。あれ、MBCC の名誉をかけて作った熱シェフは絶対ちゃんと上映しないとな。今回は局長もかなり力を入れたみたいだね。ガオ様もよく知らないあるが、スタッフちゃんはこのドキュメンタリーを全ての都市に広め、全ての人に見てもらいたいって言ってた。ある。それが局長の考えか。ガオ、周りのメディアが見える？今回は私たちが局長を助ける番だよ。どうすればいいやる？ガオ様頑張るね。後でわかるさ。最高の映画の公開だ。火に異変、神の裁き、悪流暴れ、波は荒ぶる、草木毒され、霊は病む、英霊の子少々たるや、天の運命無常なり。飢えや貧困、殺戮は原野に火をくべるようなもの。始まれば決して終わらぬ。最悪と共に歩んできた海の苦労を称えよ。私は土弱と申します。東州都市連盟が派遣した施設であり、ディスの上帝が最悪に対抗するために招いた客人でもあり、天地元寇、宇宙高校、ラバンが回り、悪運が去る。聞こえた？スポットライトは輝き続け、拍手と歓声は鳴り止まない。やがて妖気の血肉が私の理性を蝕む。これが全ての、宿命だ。ザールナ、これは入れ墨じゃなくただのアームカバーだ。さあ口を開けなさい。従順で協力的なあなたへのご褒美よ。
メディアの皆様、お久しぶりです。デイリンです。ニツシフの試写会へようこそ。監督として創作が簡単ではないことは承知しています。それを踏まえ、本作の美意識と構想力の高さはここ10年で稀に見るディスシティの傑作と言えるでしょう。よく言ったね。さすがガオ様のデイリン監督。ガオ、同じく東方の大陸から来た映画に携わる者として、君が簡単に紹介してみたらどう？わかった。ある。おはん、これはディスシティにやってきた東州都市の使者たちが古代神話の力を使って巨大な厄災と戦うドキュメンタリー映画。ある。異国情緒、人道的な配慮、あるいは単なる視覚的な驚きなど、この映画はあなたに大きな衝撃を与えるはずです。うんうん。あそこはガオ様の故郷の近くで、小さい頃から知ってた英雄の物語を大きなスクリーンで見られて、パワーをいっぱいいっぱいもらったね。メディアの皆様はまだまだ私に質問をしたいと思いますが、今日は私と同じくらい優れたニツシフの制作チームにご注目を。そう。ある。彼らも舞台挨拶に来てる。ある。局长们好呀，这么快又见面了，我是运营小段。这个第一次上直播的两位，要不先做一下自我介绍。大家好，我是来自无期迷途的自闭美术土豆。大家好，我是来自无期迷途案子的六米。大家从画风就可以看出，这次的故事好像是和神秘的东方大陆有关。局长们还记得吗？去年的飞跃迪斯卡，来自东方大陆的武士少女敖乌和电影导演戴伦的故事让人印象深刻，不知道这次会是一个怎么样的展开呢？六米老师。是的，正如大家所见，飞跃迪斯卡活动里我们构建了造梦的母题，把电影作为载体来讲述爱与勇气的故事。而这次的活动四日复，我们的切入点是东方神话。好好，那我就更好奇了，这次会是一个什么样的故事呢？我们参考了很多来自山海经的传说，比如说女丑时日、夸父追日、后羿射日等等，来进行一些新的改写和尝试。例如这次故事中的强大使徒金乌，他的形象和概念就是基于这些神话传说来设计的。金乌使徒给迪斯城带来了很多怪异的影响，比如说四处起火，还有一些奇奇怪怪的异兽。而且按照预言，在时日凌空的时候，金乌使徒会毁灭一切，除非有能持神弓射日的英雄站出来。在神话带来的灾害面前，哪个人或者说哪些人才会是预言中拯救世界的英雄呢？虽然背景是神话，但还是讲人的故事。是的，通过神话的背景，我们想要探讨的其实是在人力难以应付的天灾面前，作为个体的人类会拥有怎样强韧的精神力量。另一方面，仁者天地之心也，这一点也一直是中国传统文化中长久流传的一个母题。我们在这个故事里也想讨论人是如何作为实践仁德、引导善恶的主体而存在的。那么更多的故事也等着局长们在这次的冒险旅程中亲自解锁了。这次的四日复活动，我们迎来了三位新的禁闭者。那么关于新禁闭者的信息有什么可以和大家分享的吗？六米老师。好的，首先是危急禁闭者角色烟烟，她是串联起我们整个故事的角色，一个拥有旺盛精力和好奇心的可爱小女孩，性格也非常的活泼率真。但由于她是来自异邦的小姑娘，她的着装和生活习惯都和迪斯格格不入，所以也闹出了很多有趣的小插曲。然后呢，她对于神话传说的热爱到了痴迷的程度，她从小就听奶奶讲述一些关于东方大陆的奇闻秘辛，所以我们也可以期待烟烟会在故事里带给我们什么新的体验。那么美术方面，土豆老师能否来简单说一下呢？在美术方面呢，我们根据文案老师给到的烟烟的人设，一个来自遥远东方大陆的小姑娘，所以在穿着风格上选定是以中式服装作为基底，来与迪斯做出一些区分。再结合她的一些其他特征，比如说是一个精力充沛的好奇宝宝，喜欢一切新鲜事物，所以可能会兼容接纳很多不同的风格，并且她痴迷和追寻神话传说，所以可能会经常户外探
险啊什么的。基于此，我们尝试了带有一些混搭和碰撞感又满足实用的一些设计。我看下来是觉得烟在服饰装配上是有一些又新又旧分不清朝代的感觉，可以这样说吗？可以这么说，我们在服装上采用了带有神兽纹的盘扣的中式小衫和腰间绑着备用的冲锋衣的组合，剪裁上比较轻便灵巧，然后头上呢戴着是一个带有蒸汽朋克风的护目镜，脚上穿的是可以方便涉水的雨靴，腿上还有一些创可贴，也是他冒险的一些痕迹。另外还为他配备了许多的实用小工具，比如说总是握在手里面方便他四处查看的放大镜啊，便携的可以卡在罗盘上面的弹弓啊，然后塞在挎包里面的寻龙尺什么的，帮助这个总是把眼睛睁得大大的可爱的好奇宝宝追寻自己的目标。在罗盘背带的挎包上面还点缀了一些小柿子，寓意着事事如意。这个柿子太可爱童趣了，这么多的小细节让烟烟生动了很多啊。是的，这也是我们在诸多的设计稿里面选择了目前版本的理由之一，希望可以呈现出一个更加立体多面的烟烟的形象，也希望它能给局长们带来很多很多的元气和活力。能跟烟烟一起冒险，严肃宏大的神话背景听起来也会变得更有趣了。是的，烟烟一定也会给局长们带来很多快乐的。嗯，那接下来就是到了我们的狂级禁闭者杜若，看起来是位很典雅温柔的大姐姐，但又好像有点神秘的样子，很好奇她是一位怎么样的禁闭者呢？杜若是一位饱读诗书的神话学者、历史学研究者，也一直致力于研究志怪传说背后所暗藏的真实历史、社会、人文。如果说烟烟代表的是向往神话的浪漫主义，那杜若这边所象征的就是代表唯物、代表人定胜天的一些想法。但其实上他也会有一些故弄玄虚、跑火车逗人玩的一面，这种性格上的反差也为他增加了很多神秘感。杜若是首先对金乌神话产生了怀疑的人，出于这种求真的坚持，他来到了迪斯城引导局长去调查关于金乌神话的一切。在美术设计上，因为同样和烟烟一样是来自遥远的东方大陆，所以在着装上也维持一个统一，是以中式作为基底，再结合他儒雅学者的身份。在配色上，我们选用了玉器、青铜器为主的青绿色作为一个主调，着装呢以典雅的长裙、长袍进行了很多方向上的摸索和尝试。整体方案经历了一个颜色由浓重到清淡，服饰由繁复到简约的迭代，服饰呢都选用了比较柔软贴身的材质，加上发型也是比较顺滑的长发，使它外轮廓比较平滑顺畅，体现一个内敛和温润的气质。外搭上呢，选用了简洁素雅、印有云雷暗纹的双层开衫，最外层的一层像烟云一样轻薄的纱层，在贴合它学者气质的同时，又给它增加了一层朦胧感。另外呢，为了将视觉引导导向另一个设计重心和它的反差点，我们也做了一些特别的设计。哦，还有特别的设计，那么重点来了。局长们也可以看到，杜若的内搭是墨蓝色渐变的一个修身剪裁。全身上下只在上半身着了重色用于点睛，同时也把视觉重点引向了他的一个设计重心，就是他脸部具有一个腹黑属性、迷惑性的一个眯眯眼笑容上，然后呢用这种水墨般的黑白对比也来暗示杜若表里的一个反差。原来如此。配饰细节的话呢，我们也设计了简约但是精巧贴合他身份气质的配饰，比如说竹节状的项链和发圈，方便随身携带记录的记事本，还有一些与神话相关的飞鸟和眼睛的元素。他的武器也很特别，是一只立有神鸟的青铜香炉。懂了，是坏姐姐的迷魂香。一直以来祭祀里都会用到熏香，然后我们在设计的时候也是希望为杜若增添一些有东方仪式感的爱好和细节。好的，那么我们来看看最后一位啊，也是本子看起来最有冲击力的一位禁闭者药。首先我们给药的定位就是原始且另类的国风角色，我们希望药是一位张扬的、有力量的、具有野性和侵略感的女性，她是能压制灾厄，是威严且具有距离感的存在，也代表着古老而神圣的太阳崇拜。所以比起理智约束的服饰，我们也更希望能呈现她烧焦的皮肤和火焰的羽翼，这也带有一些浴火重生的概念在里面。美术老师也很好的把这些看似抽象的构想用视觉呈现了出来。因为在设定里，药是一个非传统的、非常另类的、有着上古蛮荒神话感的一个国风妖神，会明显有别于我们以往的一个常规风格，是一个很特别的角色。所以在设计上，我们进行了许多方向性的尝试。在进行出版设计的时候，我们提取的关键词是祭司、妖神和另类。主体配色选用了一个黑红加青铜色，在后续迭代中又加入了更为明亮的金红色作为主色调，增加了与太阳这一核心意象的关联。同时，在它的皮肤上加入了大量的
的污染和灼烧痕迹，最终得到了这样一个以金黑红为主调的整体视觉呈现。确实相比早期的版本，在后面版本上在色彩方面张扬了很多，外形也像火焰一样。是的，在外轮廓的设计上设计了形状和颜色都非常类似于火焰的飞舞的长发和横向舒展的巨大的翅膀，是比较带有冲击力的大廓形，来体现它的野性和攻击性。细节设计上加入了许多与火焰鸟啊相关的元素，比如说代表着它洞察一切智慧的带有巨大眼睛的面具啊之类的，还有一些和祭司相关的用来封印的符文啊、铜钱啊、一方巾之类的。而且身上的残衣败履和从胸口伤口流出的一些飘带也暗示一些它过往的经历。那么更多的细节就等着局长们在冒险中去探索和了解了。那么又到了跟局长说再见的时候了，非常感谢大家今天的相伴，希望可以好活多整，尽快与局长们再次相会在异世界。局长们再见，记得常回家看看，也常回管理局看看。わしを召喚したのはウネか。金融が出現すれば作物は焼け焦げ、草木は枯れ、人間は食うに困ることとなろう。凡人よ、覚悟せ。局長の皆さん、こんにちは。ヌキメイトの八尾役を演じさせていただいております、石上静香です。今回の新キャラクター、八尾の役柄に関しましては、神話風のキャラクターでですね、あんまり普段演じたことのないタイプだったので、挑戦させていただくことができて、とても嬉しく思っております。これから八尾は皆様と共に新たな旅をして、彼女の謎のベールをね、物語が進むにつれ知られてしまうことでしょう。きっと八尾が皆様に様々な印象を残してくれると思います。局長の皆様、新しいイベントをどうぞ楽しみにしていてくださいね。以上、石上静香でした。その MB なんとか、つまり、君たちの管理局っていうのは一体何なの？どんな人がいるの？うちもそこにいなきゃいけない？いつまで？あと毎日何時に朝ごはんを食べる？どんな面白いものがあるの？局長の皆様こんにちは。ヌキメイトのイエンイエン役を演じさせていただいております山岡ゆりです。元気で誠実、そして好奇心旺盛なイエンイエンが今回局長の皆さんの冒険に同行します。彼女のバイタリティが皆さんに幸せと忘れられない思い出をもたらすと信じています。新しいイベントにご期待ください。イエンイエンと一緒に手を取って進みましょう。いいお知らせがあります。聞きたいですか、局長さん。占ってみたのですが、今日あなたは幸運をもたらしてくれる人と出会うようですよ。何を探しているんですか。私は目の前にいるじゃないですか。局長の皆様こんにちは。ムキメイトの土弱役を演じさせていただいております常松あゆみです。東洋学者の優雅で神秘的な気質を漂わせる土弱は、初めて会った時から忘れられないイメージを与えてくれるキャラクターです。物語の中で土弱にさらに触れることで、理解すればするほどこのキャラクターに惹かれることがわかると思います。ぜひもうすぐ開催される素敵なイベントをお楽しみください。わあ、最高のチームある。全員の名前を覚えてミノバン撮影チームに入れてやるね。本当にすごいアヒルンたちだね。私も勉強になったよ。アヒルンたちは帰る前に情報を残していたある。この映画の成功の鍵を握る大事な情報らしいね。
かしなものがいっぱいだったね。映画の配給なんてガオ様よくわからないあるが、これで売れるあるか？大丈夫。ここにいるメディアの皆様はとてもプロフェッショナルだよ。彼らが宣伝してくれれば、ニツシフは間違いなくいい結果を出すはずさ。よし、明日のトップニュースの見出しは決めてある。ジリウッドのレジェンド監督デイリンが全力でおすすめ。今年必見の映画、ニツシフが間もなく上映開始。プレスリリースはこう書かなくちゃ。新進気鋭のディスシティ映画人ガオ、東方神話の大作ニツシフをレビューってね。ガオ様の名前はもうそんなに広まってるあるか？ああもちろん。それでは本日の試写会は以上です。今後もよろしくお願いします。ニツシフは4月30日全世界で期間限定公開ある。みんな絶対見